무슨요いでしようよ부터かじ。まず、부터かじです。부터かじは、あることのはめから終わりまでを表す言葉です。じゃ、부터はから。かじはまでです。 時間の場合は、ぶとかじを使い、場所の場合は、えー、そかじを使います。例えば、月曜日から金曜日まで。月曜日、稚魚日、金曜日、くむこれは時間ですね。稚魚ゆいぶとくむゆい場所の場合は、 서울, 부산, 서울から 부산まで 에서 오지 않으면서 서울에서 부산까지 例文を見ます 월요일에서 금요일까지 일합니다 月요일から金曜日まで 일합니다 働きます 서울 서울 서울에서 부산까지 4시간 걸립니다. 서울から 부산まで 4시간걸かります 자,これはカレンダーです. 달력. 캘린더. 자, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 자, 개취요비 노 사일이에요 사일 육일 사일, 오일, 육일 와, 료코 데스 팔일 킹요비노 팔일 구일 와 パーティーがあります。どんなパーティーかわからないんですけど、8日、9日はパーティーがあります。じゃあその来週、次の週は、14日、15日試験があります。試験、テスト。じゃあ18、19、20。18日、19日、二20日。 미술 전시회 비주주 텐지회 その次の週십5일 26일 27일 28일 29일 한국어 수업 한국어의 授業 자, 문제 읽습니다. 4일부터 6일까지 4일부터 6일까지, 何を 시마스가 료行旅行을 가요. に行きます1스1번8일부터9일8지9何をしますか?8일부터9일까지から9日何をしますか? 1번. 2번 14일부터 15일까지 何をしますか?試験. 시험. 시험을 봐요. 시験試験 시켠. 試験을 보다. 시験을보다 주요 데스카라 오보에테구다 사인 3방 18일부터 20일까지 18일, 19일, 20일 미술 전시회 비츠텐지카 미술 전시회가 있어요. 25일부터 29일까지 25, 26일, 27일, 28일, 29일 한국어 수업. 한국어의 授 한국어 수업을 해요. 자, 1번 칸から読みます. 8일부터 9일까지 파티를 해요. 14일부터 15일까지 시험을 봐요. 18일부터 20일까지 미술 전시회가 있어요. 25일부터 29일까지 한국어 수업을 해요. 자, 다기와 무슨 때유 문법입니 무슨은 와 ある対象についてもっと具体的に質問したい時に使います。例えば「無線運動を좋아해요どんなスポーツが好きですか?」のようにいろんなスポーツの中で「好きなスポーツは何ですか?」っていうふうに詳しく聞きたい時に使います。じゃあ「無線」の後は必ず名詞が来ます。 これは連帯形ですからね。じゃあ、むすんはどんな、日本語のどんなに当たりますね。むすんよいり。むすんよいは何曜日ですね。何曜日ですかむすんよいりえよ。じゃあ、例文を見てみます。おぬりむすんよいりえよ。きょうは何曜日ですか 수요일이에요. 수요일です. 자, 고타에까라 봅ます. 저는 딸기를 좋아해요. 私は시와이が好きです 딸기와 과일이ですね. 과일은 과일. 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 저는 딸기를 좋아해요. 자, 문제 읽습니다. 사과를 좋아해요. 사과와 링고. 링고가好きです. 링고 과일ですね 과일. 어떤 과일이好きですか? 무슨 과일을 좋아해요? 무슨 운동은 違いますね. 間違ってます、運動。じゃあ、一番、答えから見ます。저는テニスを좋아해요。テニスはスポーツ、運動ですね。じゃあ、これは꽃、꽃花、お花、夜、曜日、음식、食べ物、運動、 운동 스포츠 ですからこれですね 무슨 운동을 좋아해요 어떤 스포츠가好きですか 何のスポーツが好ですか ?저는 테니스를 좋아해요.私はテニスが好きです. 2번 한국 음식을 좋아해요. 韓国料理が好きです。食べ物、食べ物。무슨음식을좋아해요どんな料理が好きですかどんな食べ物が好きですか韓国음식을좋아해요。3番、トヨイリエ土曜日です。 トヨイル、土曜日。じゃ、これは曜日。これですね。どんな曜日何曜日ですね。明日は何曜日ですかトヨイル이에요。土曜日です。4番。장미꽃을좋아해요。장미꽃。꽃、花。 名前でしょうね、たぶん。バラです。バラの花が好きです。ですから、これは、こですね。무슨꽃을좋아요どんな花が好きですか A です。じゃ A は、前に習った A は、 後に「かだ」「おだ」がついてこの場所がありましたね。ちゃん場所。絵の前に場所がありました。じゃあ今度の絵は「時間」です。時間名詞。時間を表す名詞の後に絵がついて。 あることが起こる時点を表します。たしかし。今日？おね。昨日あぜ？明日！レーなどのあ。あと治今のような時間を表す福祉。副詞。 これらは福祉です。副詞の後には A をつけません。例えば、おぬる、ちんぐる、まなだ。これを文章に作ります。おぬる、ちんぐる、まなよ。これはだめです。これは不自然です。おぬる、ちんぐる、まんなよ。おぬそのままでいいです。 つまり、えーはつきません。えー。なんでよ。おぬちんぐるまんなよ。じゃあ、ほかの時間をあらわす名詞のあとにはえーがつきます。いし日れちんぐるまんなよ。20日にともだちにあいます。 例文を見ます。生日。生日は誕生日。パーティーを誕生日へパーティーをします。土曜日へ予約をします。土曜日に旅行に行きます。じゃ、問題です。 2013年。2013年ですね。時間です。これは。時間の後は絵が来ますね。必ず。2013年に韓国語を公布해요韓国語を習います。勉強します。1番。11日。 時間ですねえがつきます。しびりでショッピングへよ。11日にショッピングをします。2番、い療い日曜日。これも時間ですね。えがつきます。い療ょいでしようよ。日曜日に休みます。 しだは休むですね。3番。おねる。じゃこれは注意。おねる、きょう。おねるの後にえがつきますかさっきの説明にえはつきませんって私が説明しましたね。えはつきません。今日 映画を見ます今これも時間を表す名詞ですけどあここでは副詞です A がつきませんさっきの説明にも「おぬる、じぐん」「おぜ、もれ」のようなもののあとには A がつかない つきませんそれで「ちぐんそれでるもごよ。ケーキをたべます」。これが正しいです。